こんばんは。前回の続きやっていきます。ガチャが3枚あるんでやりましょう。あ、そうか、ちょっとあれを先に変えようかな。このコインマーケットの中にこれですね、レジェンドフラグメント交換所っていうのがあって、ここでね、レジェンドカードが出るかもしれない、チケットと交換することができます。ここありますね、サムエルかな。ガチャしましょう。10% やって、30% やって、レジェンド出るかもしれないチケットやりましょう。今回ちょっとね、チケットの枚数が少ないですね。緊張の瞬間。銀が出たら星4で、金が出たら5ですね。期待を込めて。あ、おお、すごい5じゃないですか。はい、あ、いらないけど、いいや。これが、処分すると LB ってポイントになるんですよね。5万からレベルの上限値が上げれるんで、いい、ついてるね。あと 30% やりましょう。緊張の瞬間。これも一緒ですね。金が出たら5で、銀はね、4です。運命のシュートが今。これもついてるんじゃない？92以上、97以下。今んとこついてるな。まあ、オッケーオッケー。いらないけど。ついてるね。ほんといらないけど。じゃあもう一回やろう。これも 30%。これも一緒ですね。運命のシュートが今。これは4ね。どうだ？いや、これも出たらすごくついてたね。これはね、処分した LB ってポイント500ですね。いらないね。じゃあ最後。このレジェンドカードが出るかもしれないガチャやりましょう。 5% ですね。緊張の瞬間。どっかな。運命のシュートが今。よくなさそう。どうだ。はい、いらないな。いらないけど、まあいっか。いらないですね。あ、でもついていましたね。全体として3枚出たから。これはね、ロナウドの今フュージョンしてます。カードがね、今じゃないんですけど、動画撮ってなかったんですけど、出てたんで素材が。あ、D。まさかこれは。まあしょうがないな。じゃあいらないな。かな。残念。あ、それからカードもね、ちょっと整理したんで、限界突破、また LB ってポイントが5万以上になったんで、レベルの上限値上げよう。とりあえずこれかな。今ね、クロスずっとやってるんで、あと2回なんで、これでね、今78から79になります。上げよう。今、9802で78ね。79で12,283。481かな。いいですね、上げていこう。これがね、いつも使ってるデッキですね。フォーメーションは433になってます。ボランチ1枚でトップ下2枚置いて、前フォワード3人って感じですね。このマークついてるやつはね、特殊なスキルを持ってるってことです。このロナウドとデヘアね。戦力これ、134,859 かな。そうね、まだカードのね、入れ替えとかできてないんですけど、今これが一番、自分が持ってる中で一番強いかな。デッキとしては。新しく始まったイベントがタイプリミテッドマッチとトレジャーハントミッション。タイプリミテッドマッチは、選手にタイプがあって、パワーとか、スタミナとか、スピードとか、そのタイプでデッキを組んで、選手を、11人、サブまで入れて、全部18人かな。デッキ組んで試合するってやつがタイプリミテッドマッチ。このトレジャーハントミッションっていうのは、イベントミッションでこのゲートパスっていうのを集めるんですね。これ銀、金で試合をするってやつですね。ちょっと一回やってみますかね。ゴールド。この中のものがね、出るかもしれないってことです。うまくいけばね、こういうやつが出ます。とりあえず試合をやってみましょう。対戦相手はね、弱いんで、自分がね、左ですね、134,859。右がね、コンピューター5,830で試合は勝つんで、2、3点取ったら、ちょっと飛ばそうと思います。音楽はね、これ好きですね。何回かね、出ますけど、ジョイフル、生き物語、やっぱり、みたいな感じです。
フォームは手に入れたやつで、また変えようかな、気分転換で。キックオフです。ちょっと後でお見せします。左に預けて。シュート。ゲット。オッケー。あともう1点ぐらい取ったらちょっと飛ばしましょう。対人戦だとね、こんなに簡単には決まらないですね。いい流れのままゲーム再開です。まるで鉄壁かわす。戦力差がだいぶありますから、ね、ドリブル。ファンも打ってこぼれた。そのままいいよ。ファンも来た。シュート。オッケー。じゃあちょっと飛ばします。試合は勝ちました。これで報酬が入ってきますね。これかな、こういうのが手に入ったってこと。あ、一応ここにほら、富士山以上のガチャね、これもやろうかな、まあ、こういうイベントですね。一回引けるんでこれ3以上ですね。緊張の瞬間、銀が出たら4、金が出ないけど5で、この色が3ですね。3っぽいですね。3かな。持ってるやつだったらいいけど、いやー、いらないな。他か、名前がいらないかな。オプションの中にこれですね、ユーザー情報管理、あ、戦術か、情報戦術、ここでね交換できますね、ユニフォーム。どうしよう、どうしよう。そうですね、フォームの方は赤、ここにも一応用意されてて、このスペシャルの方がいいんですよね。自分で作れるんだけど、背中のね背番号はちょっとおかしくなるんで、この中で選ぶのが一番いいと思います。どうしよう、フォームちょっと赤にしてみるか。でこっちのアウェイ用を、ちょっと違うのにしようかな。こうやって今まで使ってたやつを、これね、対戦相手にはこっちで見えてると思いますね。ここで試合をしましょう。ここでね、国とかも決めたり、エンブレム変えたりとかできます。ちょっとね、良さそうなイベントが今ないんで、今やってるのこれかな、この11人でするっていう。まあ、4人以上で試合は成立するんですけど、選手をね、1人出すってやつです。自分の、まあ、自分だったら今ね、前回ちょっとストーンズ出たんで、ストーンズをね、この EP のレベルをね、5がマックスなんですけど、まあ、1人出して、この青いところがポジションですね。この中で選びます。どの選手を出すか。今はちょっとストーンズにしてますけど、まあ、この中からね、選ぶことができます。とりあえずディフェンダーで出すかな。4人以上で試合は成立します。6人ぐらいだったかな、今。このカードの下にこう、今、剣 FC とか、これがね、ユーザーの方です。1、2、3、4、あ、6人ぐらいかな。試合は勝つと思うんですけどね、まあ、光ってるのがレベルの上、これコンピューターですね。ユーザーの方は、この光ってるのはレベルの上限値、こういうのはね、レジェンドだったら81以上、普通のカードだったら71以上かな。キックオフは、さあゲームが始まりました。これね、基本的に見てるだけ。あ、これ今の自分です。水色のこの円でこう追われてる、こう円がついてるのは自分です。来た、豪快なシュート、決まった。オッケー。勝てる。今ずっとこれやってるかな、イレブンマッチと、あとは、まあ、あのランクマッチ。パースを出す、パースで繋いでいく、逃げ出す、止めた。あ、今の自分ですね。ドリブル、来た。何点ぐらい欲しいの、ね、これは OK。5分だけです。前後半なかったと思う。キックオフです。なのであと20分ぐらいですね。画面上の真ん中を時間が出てますけど、このゲーム内の時間です。実際のリアルの時間じゃないです。
縦に置くチャンス。いや、まあでも勝ってそうな。前へ出す。あ、今の時間。中央チャンス抜いた。ちょっと何も目立たないんだけど。止まれた。ああいうね、止めたりすると、まあ、ポイントがついて。あ、これ一応。まるで鉄壁。まあ、一応活躍してるな少しは。立ちましたオッケー。これもね、試合終わった後にコインを貯めて、交換できるものがあるので、それと交換するみたいな感じですね。それとさっきの EP レベル上げるって感じですね。あ、これだ、ダメだ。あ、でもまあ1万ぐらい稼いでますね。4位ぐらいかな。1位がメッシ、2位が、クライファーと、あ、違う違う、こっちか。この、マルティーネ。それと、こっちがクライファート3位ね。自分が4位かな、このストーン。経験値と、この EP のレベルのこの経験値もらいます。まあ、こういうイベントですね。これですね、コイン今1551。ちょっと前回イベントで交換したんで、この中のものと交換はできます。ちょっと今欲しいのはないかな。うん。ここはランクマッチになってます。画面右上、残り3日間で、もうねクリアしてるんですけど、ダイヤモンドのレベルを4以上キープすると、まあ、3日後リセットされてまたダイヤモンドの1からできます。これもね一緒ですね。コインを集めてここで買えるんで、交換できるんで、こういうものと交換します。ちょっとねもう交換しちゃったんですけど、まあ、超ブーストホイッスルとか式の頭に変わるのかな、1000ぐらいなんで、コインこのコイン使って、交換しますね。試合をちょっとやりましょう。可能だったら、ミサンガ使って、この、ね、ポイントね、倍にするんですけど、シュート6本打つってのはちょっと厳しいと思うんで、しかももうレベル4以上だから使わず、この BP もね、1で、やりましょう。ダメだこれ。ちょっと勝てないな。相手、右。戦力もグレードもスキルも全部上だ。ちょっと、いや。強すぎるな。このマークはね、この王冠のマークは特殊なスキル持ってる選手です。ちょっとダメだ、相手なんだ。フォーメーション全く一緒だった。これちょっと一方的な試合になりそう。この赤は、スペインのマジョルカってチームのユニフォームです。久保君が巻いたチームに今変わったんですけど、いやちょっとこれいかん。シュート。いやー決まってしまった。これ相手は前回自分が着てたユニフォームですね。さあ気持ちを切り替えていきたいところです。パスで繋いでいく。ちょっとダメっぽいな。強すぎる相手が。パス、オフサイドです。これは出てますね。うちがオフサイド。もう打ってほしい、とにかくドリブル取ったら打ってほしいわ。硬いな。いやちょっともう止めた。曲曲げて取られるから。止めた。ロナウドとメッシとあとモドリッチとデヘアだけはもうマックスなんですよ。レベルもマックスまで上げてるし、あとブーストっていうのがあって、1回上げたらね、数値が60上乗せされるのをもう10回上げてるんで、もう600上乗せになってて、本当はそれで、なおかつ、今一番前に、スターリングって言って、まあ、ストーンズもそうなんですけど、ディフェンダー。キラカードになってる。ここはない。そういうのが出たら、ね、ここ で, 前半、でもまあ、前半としてはいかん、0-1。相手のが圧倒的に強いから。シュートゼロですけどね。キックオフ。このゲーム前半と後半で流れ変わるんで、期待しましょうかね。奪う。いやちょっと赤さに強いな。ああそう、さっきの話じゃないですけど、まあ残り、いや越したんでキラーカードがあって、まあ星1でも、うわやめて、カードやめて。それをね移植すると星5に、その移植したカードもね、うわっと決められてしま
いました。キラーカードになるんですよ。そうすると、まあ、グレードがね、例えば100とかだったらノーマルのグレード103とか104ぐらいの、ね、価値のカードに変わるんですよ。キラーカードになる。右に預けて、そうやって強くしていくしかないな。あともうメッシとか104とか105が出てるんで、それに変えるかね。全部をこう、この前のストーンズみたいな上書きとかですね。まるで鉄壁、いや、まっていうかシュート1本打ってほしいわ。ここは通さない、やばいやばい、やめて、いやー決まってしまった。強い、ちょっと相手ならん。いやー相手の流れを断ち切りたいところ。すごいな、断ち切る。上げて頼むから。いやいや、うわうわ、よまあ内容はちょっとな、完敗ですね。今日のゲーム勝つことができませんでした。これは相手の、まあ、チャレンジですね。相手無失点で試合を終わらせるとかだったんで、いやちょっと強すぎた。試合に負けたんでコインが3枚、勝ったら6枚ですね。でこのコインでさっき交換できるやつと交換するんですけど、まあ、来月まで待った方がいいかな。超ブースト欲しく出た方が、いやマイナス900、試合に負けたら900なんですよ。勝ったらプラス600で、このチャレンジっていうのがあって、まあ、クリアするとこのポイントも入ってきます。まあ、ゼロからもう下がんないんで、これここから下はないんですよね。まあ、レベル5から下がりません。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。